皆様こんにちは、東中野のやわらです。今日は、あのゲーテのラストをお送りしたいと思います。その前に、本のご紹介をしたいと思います。八百八十円、価値ある八百八十円。この古川千恵子さん、あの土佐堀川での原作者なんですけれども。負けない人生ってご自分の人生を。エッセイをまとめた単行本なんですけど。 文,文庫本なんですけど、あれ、単行本ですね。で、十一月三日に第一冊が出まして、これはもう二十万部突破しているという。価値ある八百八十円です。日本一不幸な私お、不幸な女だった私の人生は、百八十度の転換を成し遂げたって。牛尾出版社から出ています。日本一不幸な女だった私の人生は。 180度の転換を成し遂げたというあのすごく便宜な分かりやすいはっきりした文章なんであのあっという間に読めちゃいます価値ある880円の投資をして新しい素敵な人生を開いてくださいではラストのゲイテをお送りしますゲイテ自身は実生活で妻子を亡くしてますですからあの思いの とてもこもった格言を残しているっていうことに気がついた方もいらっしゃると思いますけれども人人間間的な人間だったとっいうことです無限なに豊富な地と愛の言葉の宝庫を残しているっていう優美な詩人は同時に精力的な格言詩句の作者でもあったっていうことで。 意義深い言葉が数多く見出されているということです。あの耳からぜひ読書をしてみてください。で、今日は最後の項目なんですけれども、人生についてともかくもあれ、人生総は良きかな。 我々は結局何を目指すべきか世の中を知りこれを軽蔑しないことだ人生は悪しき冗談なり人生は彩られた影の上にある最善をなそうと思ったら自分自身に安住していないで名人の心に従え名人と共に迷うのはうるところがある知恵の最後の結論はこうだ。 およそ生活でも自由でも日々にこれを勝ち得て初めてこれを共有する資格がある良い人間は暗黒な衝動に駆られても正しい道を忘れはしない良い人間は暗黒な衝動に駆られても正しい道を忘れはしないたやく獲得されたものは私の気に向かない無理に手に無理に 「種をまくことは取り入れほど簡単ではない」というふうに生活を信ぜようそれは演説家や書物よりよりよく教えてくれる一切の理論は灰色で緑なのは生活の黄金の木だ生活はすべて次の二つから成り立っていきしたいけれどできないできるけどしたくないしたいけれどできないでき,できるけれどしたくないいかがですか 経験の教え虹だって15分も続いたら人をもう見向かない人間は自分に似た人,だ人とだけ一緒に暮らすことができるがそういう人とも一緒に暮らせないなぜなら人間は自分に似た人間のいることに長い間我慢することができないから資料を書いたことをすると始終逃げ道はないかと探していなければならない。 人は自分の肉体あるいは精神についてよく考えてみると大抵自分が病気であることを発見する思い,つく思い当たるところありますか常識は人類の守り神である考察においても行動においても到達しうるものと超到達し得ないものと区別しなければならないそうしないと生活においても学問においても効果が上がらない。 記憶は消えててしまってもよい現在の瞬間の判断が誤らなければ人が私たちのところに来るのではその人を知ることはできない人がどういうふうであるかを知るためには私たちはその人のところへ行かなくてはならない朗らかな心で私は理解したいと願う目と耳の提供するものを奇妙な身振りをして人は受け身をやつす。<coughs> 何かになろうという人はなくもうみんなもう何かになったつもりでいる人間は最善の意思を持ってしてもなかなか互いに知り合うことのないものであるそこへ持ってきてすべてを歪める悪意が加わってくるのである人は本当はほとんど知らないときのみ知っている知識とともに疑いが増す で最後になりますけど「身辺の雑感」ということで人は皆分かることだけ聞いているともよルンペンはルンペンだ車に乗ったって馬に乗ったって徒歩だってだからルンペンを信じるなルンペンの残悔なんか信じるな我々に恩を受けている誰かに会うと我々はすぐそれに思いつく <laughs> 我々が恩を受けている誰かに会ってそのことに考え及ばぬことが どんなに度々あることだろう暴恩は,は常に一種の弱点である有能な人で暴音だったというのを私はまだ見たことがない私が愚かなことを言うと彼らは私の言い分を認める私の言うことが正しいと彼らは私を非難しようとする愚か者と賢い人は同様に害がない。 半分愚かなものと半分賢いものとだけが最も危険である光の多いところには強い影がある最後です生活の知恵優れたものを認めないことこそすなわち野蛮だどんな場合にも口論なんぞすぬ気になるな賢い人でも無知なものを言うと無知に陥ってしまう。 5つのことを5つを生ぜず何時この教えに耳を聞け開け溺れる胸には友情を芽生えず霊に習わざるは利膳の仲間無来のとは代をなさず妬む者は弱点をあわれまず虚言をなす者はまことと真を望みえずこれを肝に銘じ夢惑わさることなかれ 一つところに執着するな元気よく思い切って元気よくいでよ頭と腕に快活な力があればどこに行ってもうちにいるようなもの太陽を楽しめばどんな心配もなくなるこの世の中です気晴らしするように世界はこんなに広い広いですね役に立たぬ人とは誰か命令することも服従することもできるもの 自分の持っているものを管理することのできる人は裕福です。それを心得なければ物持ちであるということは煩わしいことです。気持ちよい生活を作ろうと思ったら住んだことを苦欲をせぬこと滅多なことに腹を立てぬこといつも現在を楽しむこととりわけ人を憎まぬこと未来を神に任せること気持ちよい生活を作ろうと思ったら住んだことを苦欲をせぬこと 滅多なことに腹を立てぬこと。いつも現在を楽しむこととりわけ人を憎まぬこと、未来を神に任せること。できますか？もはや愛しもせねば。迷いもせぬものは埋葬してもらうがいい。耳あるものは聞くべし。金あるものは使うべし。耳あるものは聞くべし。金あるものは使うべし。 布団の長さに従って、体を伸ばさるのものは足がむき出しになる。冬は寒いから、足をむき出しにしない方がいいと思います。布団の長さに従って、体を伸ばせるものは。足がむき出しになる。ということで、ゲートの格言集、これで終わりです。何か参考になることありましたでしょうか。では。浜辺の歌をお送りしたいと思います。 はしたはまべをさまあよえばいかしのことぞしのおば 東中野の八原がお送りしましたゲイテ5回にわたってお送りしました来週はお楽しみに何を読むかはもう決まってますけどお楽しみに東中野の八原ですウクライナに暖房をウクライナに平和をいつもいつも祈ってます ではごきげんようさようならバイ。